太平洋沿岸、茨城県の大洗岬から千葉県の犬吠埼まで続く鹿島灘。寒風吹きさぶ、荒涼とした冬の海、打ち寄せる白波の下に潜むプレデターと対峙するのはソルトルアーの使い手、堀田光也さん。鳥は少し飛んでますけど、遠いですね、やっぱりね。ショアからのキャスティングゲームに新たな扉を開いたベテランは、これまで幾度となくその醍醐味を発信してきた。もっとね、砲弾みたいなサイズのねやつがこれから釣れるっていうんで、徐々にねサイズアップ狙っていきたいと思います。魚やっぱ見えてるんですよ。たぎる情熱は南米ペルーの広大な砂丘にまで及び、よし来た、よし来た、おーし、よし、よし、当たりでしたね。ちょっとこっちがびっくりするような、強い当たりが出ました。波でもみくちゃにされたんで、もしかしたらこれねバレちゃうかなと思ったんだけど、このフックいいとこかかってバレません。開門岳を望む薩摩半島の浜辺でも、水面がブラインドがあって、しかも氷も落ちて、下げが効いて、おし、食った、今ですね、手前でこのねメタルジグをね巻いて止めて落としたら、もうねズゴーンとね強い当たりが出ました。いいとこかかってますね。荒波を見下ろす騒がしい海鳥を道しるべに、寒さも忘れるサーフキャスティング、シーバス、そしてヒラメを狙い撃つ一年の集大成をこの竿にかけた。夢に駆られた釣り人は終わりのない旅路をたどる、夢追い人の釣りの旅。年の瀬、車を走らせ鹿島へ赴いた堀田さん。釣りはね明日からなんですけども、その前にですね、この鹿島エリアに来たら僕ね行きたいところがあるんですよ。挨拶しないとですね、明日明後日の釣りね落ち着いてできないので、今から行ってきます。武見和氏の御事を祭神とする鹿島神社の総本社、鹿島神宮。霊源新たかな日本建国不動の神様に朝貢の安全を祈願する。おみくじを引いて来ましたよ。吉と書いてあります。これで今回力をいただきました。釣ると思います。おごそかな気に包まれて、これで憂いなし。早めの夕食を済ませホテルにチェックイン。明日はこのエリア、強いこの向かい風が吹きそうな感じですね。もうちょっと上の方のエリアですね、鹿島越えてもうちょっと鉾田の方まで行ったら
こちらよりは風がまあまあ少し収まりそうな感じですね。で風が強いとねやっぱどうしてもメタルジグ流されちゃうんで、まあ、あの流すをしても全然いいんですけど、一つね工夫をしてきました。トリプルフックをつけて、このマスクドスピンですね、これブレードなんですけども、ブレードの回転によってですね、まあ、水の、ね、引き抵抗が増えるので、重たいのとこの引き抵抗ですね、よりゆっくり、あの風が強くてラインをね取られるような状況でも よりゆっくりですね、水の中に浮かせずにですね、一定のレンジをですねキープできて、リトリブできると。ちょっとこれ面白いでしょ。これはちょっと自分で作ったんですけど、ファイアヘッドっていうあのジグヘッドなんですけども、それにこの、まあ、ラバースカートですね、フレアですね、これをつけてちょっとあの簡単な、なんていうんですかね、ラバージグ風にしてみました。試してます備えは万全、あとは天気次第。風が止みますように。願いも虚しく、早朝の釣りは強風で断念。神栖を諦め鹿島のサーフに入る。メタルジグですね。で SX45ZN、のこれは5番がついてるですね、メタルジグ。これいきます。海が荒れている状況か、まずはシーバスを狙ってみよう。少しね飛距離が欲しいので、こういう細長くてね空気抵抗がね少ないメタルジグ 40g、 これいきます。ちょっと遠いんだよね、残念ながらちょっと遠いんだよね。ただね入ってきてもおかしくないんだこれ。海鳥の下にはベイトならばシーバスもいるはずなのだが、いかんせん浜辺から遠い。水色でもちょうどいいよね、これぐらいがちょうどいいです。あー少し寄ってこないかな、あと数十メートルですね、あと 4,50 メートル寄ってくるととってもいい状態になるんですけど、微妙に遠いないんだよね。でも近くにいないかな今も。シーバスとかですね、正直ヒラメというよりはの鳥の下のベイト、あれにおそらくですねシーバスが周りにねいると思うんですよ。今それをね狙ってます。まあもちろんね群れの濃さもあるんで、群れが大きかったらね結構パカパカするんだけど、もうちょい近いといいんだけど、ここはある程度こう浜が飛ばさなんでブレークラインに遠いんだよね。だからあの真下ぐらいにこううまくルアー通せればかなり面白い釣りできるんだけど、ちょっと遠いな。あっ来た、うう微妙遠いたいですよね。歯がゆい時が続くが、チャンスは必ず来る。今はただキャストを繰り返すのみ。流れがねもう流れがこうぐちぐちなんでね、すぐルアー流れちゃうんだよね。苦戦が続く鹿島灘のサーフゲーム、冬の海はやはり手強い。右行ったり左行ったり、まあまあ忙しいっすね。
ルアーをチェンジ、アピール度をアップする。向こうにもね、鳥は見えるんで、多分全体でこのエリアね、ベイト入ってるんだと思います。ってことは多分ね、それを含めそうかなって、ね、まあ、目の前というよりはこの全体に入ってると思うんで、何かのタイミングでね、これね、回遊あると思いますよ。海鳥がベイトのしるべとなる。しかめないかな、これ。もう右のね、鳥山は見えてるんですけど、ちょっとあえて止めません。多分こっち流れてると思います。もう少しでね、下げいっぱいなんですよね。なんでちょっとワンチャンあってほしいんだけどね。手を尽くしても報われない日はある。今日はここまで。上須に戻り、地元で評判の食事処に足を運んだ。旬の魚で一献、釣り味なめろうと、生イワシの作りを入れて、ちょっとおすすめの方よろしくお願いします。はい、かしこまりました。アジのなめろうには辛みを加え、こちらがイワシになりますね。 ありがとうございます。うわー、すごい、ちょっと大ぶりな感じがいい感じですね。美味しそうです。このイワシはどこのイワシですか？これはね、大分になりますね。はい、関アジとか、はい、関イサキとか関サバとかと同じように、関イワシってのがね、まあ表記はないんですけど、そういうところで、はい、そういうブランドのイワシを作っていまして、そちらのイワシになります。いやー、これ楽しみですね。まあ、時期でいうと、はい、ニューバイワシっていうのはイワシが一番美味しい時期なんですけど、はいはい、それに近い状態のイワシの油の乗りになっています。もう油の乗りがすごくて、本当に何だろう、イワシなんだけどイワシじゃないみたいな、そんな味ですね。美味しいです。辛みを加えるあのなめろうの食べ方っていうのは結構多くて、そうなんですよ、はい、ちょっとねピリッとしたものが、いや、とっても美味しいです。最初なめろうっていうと、はい、その辛さがないんですけど、うん、ですよね、はい、でちょっと最初は違和感ですけど、はい、あのそれに慣れてくると、なんかね、辛みがないと物足んなくなるんですよ。微妙なる食材に巡り合えるのも遠征の楽しみ。明日こそ、まあ、その辺だけだと思うんですけど、はいはい、2日目の朝、強い風は収まった。上須のサーフで勝負だ。風は収まりましたね。海はまあ少しまあ波っ気残ってるけど、水色もいいし、なんか悪くなさそうですね。まずはこのね、 STX の45 ZN のね、これつけたメタルジンからいきます。最初はね、まあ朝なんでシーバスがね入ってないかと思って、メタルジンをね、肩巻きですね。でしかもあんまり、まあ、着底させてもいいんですけど、割と上っ面表層近くを引っ張ってくるような感じで何回か投げてみます。
パーちょっと上げてきて、流れがね少し緩んできた感じ。ちょっとじゃあどうしよう、これブレード付きいってみようかな。これか、このブレードが付いてるとゆっくり引けるんで、でしかもこれコンパクトで、まあ太いじゃないですか、自重があるんで割と沈む力が強いと思うんですよね。あ、鳥は少し飛んでますけど遠いですね、やっぱりね、奥まで抜けてるところなんでね、何かのタイミングで入ってくるかもって感じですね。これぐらいで落ち着いてくれるといいんだけどね。水のいいな、出ないかな。沖合に浮かぶ漁船団はベイトが豊富にいる証。手前にね、明確な駆け上がりブレークがあるんでね、その辺で食ってきそうなんだけど、ちょっと遠いんだよね、遠いってのは近いんだけど波足があるから遠く感じるんだよね。波足しなかったらめちゃめちゃ近くで打てるんだけど、上潮って、まあ、この釣りされる方だったらね、僕も含めてですけど、あんまりチャンス的にはね、そうでもない時間帯なんだけど、まあでも、まあ、まだ超低いんでね、上げ始めから少し時間経ってますけど、上げ始めちょっと経ったぐらいなんで、まだまだチャンスはありそうな気がします。まあ、あとは地形と流れ次第ですよね。鳥がね遠いよね。でどんどん右の方に、南の方に流れていっちゃってる感じ。まあちょっとね、このなんていうのかな、ここ1週間ぐらいずっとしけてたんですよね。で開けて一発目ぐらいな感じだから、なんかまあ魚の隙間がね変わったりとかするとね、なかなか追っかけきれないんだけど。あー、こっちも動きた。こういうね、トロ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 ね、流れるようになってくれるとね、いいんですよ。ラバースカートつけたものですね、こうやったやつね、ラバージグ的な感じで。あー、ギリギリ遠くな、まあ、ギリギリかな。もうちょっとちょいがないとダメかもしれない。もう一つ重たいサイズで釣りすればよかったな。ちょっとやっぱ軽いかな。実績の高いサーフだけに多くの釣り人が入っているのだが、期待とは裏腹に当たり一つなく時だけが過ぎている。これ以上粘っても無駄になりそうだ。さてどうしたものか。ちょっと一回戻りましょうか。で、また考えます。
熟考の末2時間半かけて北上、北茨城のサーフへやってきた。結局ですね、流れて茨城県のもう北部ですね、北茨城の方に来てしまいました。もう夕方なんでね、時間がないんで集中してやってみます。ヒラメに照準を定めて釣り再開。雰囲気は悪くない。これも STX45ZL の、これはね、4番ですね。ヒット、ついに来た。出ました。いいサイズ、50センチがありますね、これね。いや、この夕まずめ、いいとこ入ったら魚待ってくれましたね。いや、嬉しい。ようやく出会えた価値ある一枚。肉厚ボディのヒラメ。移動した甲斐がありましたね、堀田さん。よかった。なんか悪天候のあの感じから一転ですね、こうやって滝の海で釣りができて一枚に出会えて最高です。当たりが続く。手応え十分と、45センチクラス。この時間いいですか。やっぱ夕方は活性上がるし、あの海のね状態もこれ非常にいいですね。波で波もトロトロで、今日ちょっとあの曇ってるじゃないですか。これもねやっぱりいいんですよ。あのどうしても今日ね大潮の満月なんですよ。ちょっと言うとあんまり好きじゃないタイプの潮なんですけども、こうやって陰ってくれるとその分だけですね魚が割と動きやすくなる。ん？乗せた。何がいるんだ。5センチぐらいでしょうかね。ユーマズメやっぱ食い立ちますね。で、確実にこの STX45Z というのがですね、魚ばらさずに連れてきてくれます。ありがたいですね。元祖ヒラメハンターの面目躍如。攻めの姿勢を貫けば結果はおのずとついてくる。